何？あやや、見つかっちゃったね。おじさんね、夕べ酔って道で寝ちゃってね、気がついたら朝でね、ついでになぜかズボン履いてなくてね、こうやって隠れてんの。そうですか。ノーパンなのよ。目が合ってしまったのも何かの縁。相談に乗ってください。どうしたらいいと思う？これさあ、何か履けるもの持ってないかしら。持ってたらちょうだい。履けるもの、使わない紙袋とかなら持ってるけど。それはありがとう。はい、いただくね。紙袋でどうしろと？その上すごく小さいね。これどうしようか。これ前にかぶせるとかすればいいんじゃない？ああ、そうか、そうね、やってみる。ああ、かぶせては見たけれど、やっぱりお尻その他もろもろが出てるね。他には？え、他にはないの？ストッキングとか。ストッキングでどうしろと？あ、ストッキングなら履けるね。いいの？いいよ、百均のだし。でも確かに履けるけど大丈夫かな？これ履いたらおじさんいよいよ危なくない？試しに履いてみれば。あ、そうだね、やってみるね。前と後ろあるの？こっち。変な感触だね。なんか締め付けてくるし、ちょっと小さいし、うわうわ、よいしょと。履けたけど、確かに履けたけど、全然隠れてない。これ肌色だからね、透けちゃってるよ。